天聖剣豪の力は天井知らずってね。そっち行ったよ、団長ちゃん。こいつでおしまいだ、やっちまえ。お見事、さすがは団長ちゃん、お疲れ様。魔物の大きさが洞窟の幅とぴったりだったから回り込みづらくて苦労したよね。まあ、あの魔物がここを根城にしたのもそういう理由からなんだろう。なかなか賢いやつだ。涼しい顔でよく言うぜ。強いてももっと協力してくれてもいいんじゃねえのか。あれ?これでも頑張ってた方だと思うんだけどな。まあ、団長ちゃんにお任せしたところは多かったかもね。でも、いつものシエテさんなら、もっと元気よく活躍してるような。どこか、具合でも悪いんですか?君たちは鋭いな。まあ、その、体調は万全なんだけど、七星剣のことを考えてたんだよね。あれを手に入れたのが団長ちゃんで、本当に良かったと思ってさ。もし怖い人が七星剣を見つけて悪事に使ってたらと思うと、なおさらね。そいつは確かにとんでもねえことになってたかもしれねえな。戦ってる団長ちゃんを見てしみじみそう思ったんだよね。まあ、その一方じゃちょっと自分を情けなく思ったってのもあるのよ。情けなくですか？前にシエテお兄さんは言ったでしょ、七星剣は団長ちゃんの覚醒を望んでるみたいって。そこでどんな風に団長ちゃんが育つのかなって興味が湧いたから、お兄さんはこの団に入ったのよ。そういや、そんなこと言ってたな。でもさ、蓋を開けてみたら、このお兄さんは自分の欲望に負けて七星剣を振るっちゃって、みんなに大迷惑をかけちゃったじゃない。あの時はえらい騒ぎだったよな。これでも反省してんだよね。他のみんなは信じてくれないけどさ。ま、そんなわけで反省は行動で示さないといけないって思いついたんだ。行動っていうと？こんな危険な七星剣をそのままにしてはおけないでしょ。何をしでかすかわからないしね。でも、こいつの無類の強さは俺も認める。団長ちゃんの今後の旅に不可欠になるかもしれないほどにね。シエテがそこまで言うってことは、
七星剣はやっぱすげえもんなんだな。それに気になることも言ってたし。七星剣よ、お前は一体何を考えている？我は強き者を欲する。より強き者に振るわれることを。強き者ですか？どうしてなんでしょう？それがさ、あれ以来口を開かないんだよね。どこに口あるのか知らないけど。そこで七星剣を調べるのに団長ちゃんの力を貸してほしいんだ。この剣を安全かつ最大限に活用するには、全てを明らかにする必要があるとお兄さんは思うんだよね。二度目はないと思うけど、あの時自分を止めてくれた団長ちゃんがいれば安心だし。言ってることはわかるけど、珍しくやる気満々だな。なんか隠してんじゃねえのか？本当に鋭いな。まあ天聖剣豪の手に余る剣があるのはちょっと面白くないってのもあるから、どうにか正体を暴きたいなと。やれやれ、そんなこったろうと思ったぜ。いやでもでも、団長ちゃんのためにもなるってのは本当。きっとそのはず。おお、さすが、話が早いね団長ちゃんは。しかし正体を暴きたいとは言ったものの、どこから手をつけてよいやら。振り向きざまに一撃かよ。そんなわけだから団長ちゃん、七星剣を調べる剣よろしくね。いや、何も言わねえのかよ。え？何？ああ、魔物のこと？いや、まだ起きてる気はしてたのよ。だからここで長話でもして隙を見せれば、しびれ切らして襲ってくると思ってさ。魔物に背中向けてわざと襲わせたっていうのか？とんでもねえことしやがるぜ。俺たちがこの島を去ったら、あれはまた人様に迷惑かけるだろうし、ここでケリをつけなきゃね。え？俺が団長ちゃんに稽古を？そいつはいい考えだな。ね、シエテさんの技とってもすごかったですから。そっか、団長ちゃんがお兄さんの技を教えてほしいってのなら。うん、いいよ。他ならぬ団長ちゃんの頼みだし、
こっちも学ぶところがありそうだね。よかったですね。七星剣の調査と剣の稽古。つまり交換条件ってわけだね。なるほど、そいつは対等だ。頑張ろうね、団長ちゃん。